12章。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。大勢のユダヤ人の群れがイエスがそこにおられることを聞いてやってきた。それはただイエスのためではなく、イエスによって死人の中からよみがえったラザロを見るためでもあった。祭司長たちはラザロも殺そうと相談した。それは彼のために多くのユダヤ人が去っていき、イエスを信じるようになったからである。その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れは、イエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いて、シュロの木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。それは次のように書かれている通りであった。恐れるな、シオンの娘、見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って。はじめ弟子たちはこれらのことがわからなかった。しかしイエスが栄光を受けられてから、これらのことがイエスについて書かれたことであって、人々がその通りにイエスに対して行ったことを彼らは思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出し、死人の中からよみがえらせた時にイエスと一緒にいた大勢の人々はそのことを証しをした。そのために群衆もイエスを出迎えた。イエスがこれらの印を行われたことを聞いたからである。そこでパリサイ人たちは互いに言った。どうしたのだ、何一つうまくいっていない。見なさい、世は挙げてあの人の後についていってしまった。さて、祭りの時礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいた。この人たちがガリラヤのベッサイダの人であるピリポのところに来て、先生、イエスにお目にかかりたいのですが、と言って頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポとは言ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。まことにまことにあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかし、もし死ねば、豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者は、それを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに、私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。今、
私の心は騒いでいる。何と言おうか、父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。父よ、皆の栄光を表してください。その時天から声が聞こえた。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。そばに立っていてそれを聞いた群衆は、雷が鳴ったのだと言った。他の人々は、御使いがあの方に話したのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは、私のためにではなくて、あなた方のためにです。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示してこのことを言われたのである。そこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法でキリストはいつまでも生きておられると聞きましたが、どうしてあなたは人の子は挙げられなければならないと言われるのですか。その人の子とは誰ですか。イエスは彼らに言われた。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。あなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じなさい。イエスはこれらのことをお話しになると立ち去って彼らから身を隠された。イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。それは、主よ、誰が私たちのために信じましたか、また主の御腕は誰に表されましたかといった預言者イザヤの言葉が成就するためであった。彼らが信じることができなかったのは、イザヤがまた次のように言ったからである。主は彼らの目を盲目にされた。また彼らの心を固くなにされた。それは彼らが目で見、心で理解し、改心し、そして私が彼らを癒すということがないためである。イザヤがこう言ったのは、イザヤがイエスの栄光を見たからで、イエスを指して言ったのである。しかしそれにもかかわらず、指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいた。ただパリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から追放されないためであった。彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからである。またイエスは大声で言われた。私を信じる者は私ではなく、私を使わした方を信じるのです。また私を見る者は私を使わした方を見るのです。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないためです。誰かが私の言うことを聞いてそれを守らなくても、私はその人を裁きません。私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たからです。私を拒み、私の言うことを受け入れない者にはその人を裁く者があります。私が話した言葉が終わりの日にその人を裁くのです。私は自分から話したのではありません。私を使わした父ご自身が私が何を言い、何を話すべきかをお命じになりました。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。それゆえ、私が話していることは、父が私に言われた通りをそのままに話しているのです。13章。さて、杉越の祭りの前に、
この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が父から来て父に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って、腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありません。シモン・ペテロは言った。主よ、私の足だけでなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それでみんなが清いのではないと言われたのである。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか？あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのはよい。私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。まことにまことにあなた方に告げます、しもべはその主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。あなた方はこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。私はそのことが起こる前に今あなた方に話しておきます。そのことが起こった時に私がその人であることをあなた方が信じるためです。まことにまことにあなた方に告げます、私の使わすものを受け入れる者は私を受け入れるのです。私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。イエスはこれらのことを話された時、霊の激動を感じ証しして言われた。まことにまことにあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに当惑して互いに顔を見合わせていた。弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についていた。そこでシモン・ペテロが彼に合図していった。誰のことを言っておられるのか知らせなさい。その弟子はイエスの右側で席についたままイエスに言った。主よ、それは誰ですか？イエスは答えられた。それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し取って
イスカリオテ・シモンの子ユダにお与えになった。彼がパン切れを受けると、その時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。席についているもので、イエスが何のためにユダにそう言われたのか知っている者は誰もなかった。ユダが金入れを持っていたので、イエスが彼に祭りのために入り用のものを買えと言われたのだとか、または貧しい人々に何か施しをするように言われたのだとか思った者も中にはいた。ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出て行った。すでに夜であった。ユダが出て行った時、イエスは言われた。今こそ人の子は栄光を受けました。また神は人の子によって栄光をお受けになりました。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになります。しかも直ちにお与えになります。子供たちよ、私は今しばらくの間あなた方と一緒にいます。あなた方は私を探すでしょう。そして私が行くところへはあなた方は来ることができないと、私がユダヤ人たちに言ったように、今はあなた方にも言うのです。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。私が行くところにあなたは今はついてくることができません。しかし後にはついてきます。ペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今はあなたについていくことができないのですか。あなたのためには命も捨てます。イエスは答えられた。私のためには命も捨てるというのですか。まことにまことにあなたに告げます、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。14章。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか。私が父におり父が私におられることをあなたは信じないのですか。私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父が
ご自分の技をしておられるのです。私が父におり、父が私におられると私が言うのを信じなさい。さもなければ技によって信じなさい。まことにまことにあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方は私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。その日には私が父におり、あなた方は私におり、私があなた方におることがあなた方にわかります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。イスカリオテでないユダがイエスに言った。主よ、あなたは私たちにはご自分を表そうとしながら、世には表そうとなさらないのはどういうわけですか。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方は聞いている言葉は私のものではなく、私を遣わした父の言葉なのです。このことを私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお遣わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。私は去って行き、またあなた方のところに来ると私が言ったのをあなた方は聞きました。あなた方はもし私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。そして今私はそのことの起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時にあなた方が信じるためです。私はもうあなた方に多くは話すまい。世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることができません。しかしそのことは私が父を愛しており、父の命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい。さあここから行くのです。15章。
私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方は私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉をも守ります。しかし彼らは私の名のゆえにあなた方に対してそれらのことを皆行います。それは彼らが私を使わした方を知らないからです。もし私が来て彼らに話さなかったら、彼らに罪はなかったでしょう。しかし今ではその罪について弁解の余地はありません。私を憎んでいる者は私の父をも憎んでいるのです。
もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったのなら、彼らには罪がなかったでしょう。しかし今、彼らは私をも私の父をも見て、その上で憎んだのです。これは、彼らは理由なしに私を憎んだと彼らの律法に書かれている言葉が成就するためです。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。あなた方も証しするのです。はじめから私と一緒にいたからです。16章。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。事実、あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。彼らがこういうことを行うのは、父をも私を知らないからです。しかし、私がこれらのことをあなた方に話したのは、その時が来れば、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。私が初めからこれらのことをあなた方に話さなかったのは、私があなた方と一緒にいたからです。しかし、今私は、私を使わした方のもとに行こうとしています。しかし、あなた方のうちには、一人としてどこに行くのかと尋ねるものがありません。かえって、私がこれらのことをあなた方に話したために、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。しかし、私は事実を言います。私が去っていくことは、あなた方にとって益なのです。それは、もし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかし、もし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世のその誤りを認めさせます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。また、義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかし、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は私から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。父が持っておられるものは皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。しばらくするとあなた方はもはや私を見なくなります。しかしまたしばらくすると私を見ます。そこで弟子たちのうちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなる。しかしまたしばらくすると私を見る。また私は父のもとに行くからだ。と主が言われるのはどういうことなのだろう。そこで彼らはしばらくすると主が言われるのは何のことだろうか。私たちには主の言われることがわからない。と言った。イエスは彼らが質問したがっていることを知って、彼らに言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなる。しかしまたしばらくすると私を見る。と私が言ったことについて互いに論じ合っているのですか。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方は泣き
嘆き悲しむが、世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女が子を産む時には、その時が来たので苦しみます。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのために、もはやその激しい苦痛を忘れてしまいます。あなた方にも今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすれば、あなた方の心は喜びに満たされます。そして、その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。その日には、あなた方はもはや私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方の父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。これらのことを私はあなた方に例えで話しました。もはや例えでは話さないで、父についてはっきりと告げる時が来ます。その日にはあなた方は私の名によって求めるのです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。それはあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなた方を愛しておられるからです。私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父の身元に行きます。弟子たちは言った。ああ、今あなたははっきりとお話になって、何一つ例え話はなさいません。今私たちはあなたが一切のことをご存じで、誰もあなたにお尋ねする必要がないことが分かりました。これで私たちはあなたが神から来られたことを信じます。イエスは彼らに答えられた。あなた方は今信じているのですか。見なさい。あなた方が散らされて、それぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ます。いや、すでに来ています。しかし、私は一人ではありません。父が私と一緒におられるからです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を持つためです。あなた方は世に会っては患難があります。しかし、勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。17章。イエスはこれらのことを話してから、目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子が、あなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の真の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。今は、父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前に、ご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。私は、あなたが世から取り出して私にくださった人々にあなたの皆を明らかにしました。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。彼らはあなたの御言葉を守りました。今彼らはあなたが私にくださったものは皆あなたから出ていることを知っています。それはあなたが私にくださった御言葉を
私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたから出てきたことを確かに知り、またあなたが私を使わされたことを信じました。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった者たちのためにです。なぜなら彼らはあなたのものだからです。私のものは皆あなたのもの、あなたのものは私のものです。そして私は彼らによって栄光を受けました。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの御名の中に彼らを保ってください。それは私たちと同じように彼らが一つとなるためです。私は彼らと一緒にいた時、あなたが私にくださっている御名の中に彼らを保ち、また守りました。彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。私は今身元に参ります。私は彼らの中で私の喜びが全うされるために、世にあってこれらのことを話しているのです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため私自身を清め分かちます。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。私はただこの人々のためではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは、父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことと、この世が知るためです。父よ、お願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられるために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。正しい父よ、この世はあなたを知りません。しかし私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知りました。そして私は彼らにあなたの御名を知らせました。またこれからも知らせます。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。18章。イエスはこれらのことを話し終えられると、弟子たちと共にケデロンの川筋の向こう側に出て行かれた。そこに園があって、イエスは弟子たちと一緒にそこに入られた。ところで
イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合されたからである。そこでユダは一帯の兵士と祭司長パリサイ人たちから送られた役人たちを引き連れて、灯火と松明と武器を持ってそこに来た。イエスは自分の身に起ころうとしているすべてのことを知っておられたので、出てきて誰を探すのかと彼らに言われた。彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに、それは私ですと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。イエスが彼らに、それは私ですと言われたとき、彼らは後ずさりし、そして地に倒れた。そこでイエスがもう一度、誰を探すのかと問われると、彼らはナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。それは私だとあなた方に言ったでしょう。もし私を探しているのなら、この人たちはこのままで去らせなさい。それはあなたが私にくださったもののうち、ただの一人をも失いませんでした、とイエスが言われた言葉が実現するためであった。シモン・ペテロは剣を持っていたが、それを抜き、大祭司のしもべを打ち、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。そこでイエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられよう。そこで一帯の兵士と千人隊長、それにユダヤ人から送られた役人たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司カヤパの舅だったからである。カヤパは一人の人が民に代わって死ぬことが得策であるとユダヤ人に助言した人である。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについていった。この弟子は大祭司の知り合いで、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかしペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話してペテロを連れて入った。すると門番のはしためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言った。ペテロはそんなものではないと言った。寒かったのでしもべたちや役人たちは炭火を起こし、そこに立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。そこで大祭司はイエスに弟子たちのこと、また教えのことについて尋問した。イエスは彼に答えられた。私は世に向かって公然と話しました。私はユダヤ人が皆集まってくる街道や宮でいつも教えたのです。隠れて話したことは何もありません。なぜあなたは私に尋ねるのですか。私が人々に何を話したかは私から聞いた人たちに尋ねなさい。彼らは私が話した事柄を知っています。イエスがこう言われた時、そばに立っていた役人の一人が大祭司にそのような答え方をするのかと言って平手でイエスを打った。イエスは彼らに答えられた。もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさい。しかしもし正しいなら、なぜ私を打つのか。アンナスはイエスを縛ったままで大祭司カヤパのところに送った。一方シモン・ペテロは立って温まっていた。すると人々は彼に言った。あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。ペテロは否定して、そんなものではないと言った。
大祭司のしぼめの一人で、ペテロに耳を切り落とされた人の親類にあたる者が言った。私が見なかったとでも言うのですか？あなたは園であの人と一緒にいました。それでペテロはもう一度否定した。するとすぐ鶏が鳴いた。さて、彼らはイエスをカヤパのところから総督官邸に連れて行った。時は明け方であった。彼らは過ぎ越しの食事が食べられなくなることのないように汚れを受けまいとして官邸に入らなかった。そこでピラトは彼らのところに出てきて言った。あなた方はこの人に対して何を告発するのですか？彼らはピラトに答えた。もしこの人が悪いことをしていなかったら、私たちはこの人をあなたに引き渡しはしなかったでしょう。そこでピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り、自分たちの律法に従って裁きなさい。ユダヤ人たちは彼に言った。私たちには誰を死刑にすることも許されてはいません。これはご自分がどのような死に方をされるのかを示して話されたイエスの言葉が成就するためであった。そこでピラトはもう一度官邸に入ってイエスを呼んで言った。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えられた。あなたは自分でそのことを言っているのですか？それとも他の人があなたに私のことを話したのですか？ピラトは答えた。私はユダヤ人ではないでしょう。あなたの同国人と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのです。あなたは何をしたのですか？イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのですか？イエスは答えられた。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆、私の声に聞き従います。ピラトはイエスに言った。真理とは何ですか？彼はこう言ってから、またユダヤ人のところに出て行って彼らに言った。私はあの人には罪を認めません。しかし、過ぎ越しの祭りに、私があなた方のために一人の者を釈放するのが習わしになっています。それであなた方のためにユダヤ人の王を釈放することにしましょうか。すると彼らは皆また大声を上げて、この人ではない、バラバだと言った。このバラバは強盗であった。19章。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の着物を着せた。彼らはイエスに近寄っては、ユダヤ人の王様万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。ピラトはもう一度外に出てきて彼らに言った。よく聞きなさい。あなた方のところにあの人を連れ出してきます。あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。それでイエスは茨の冠と紫色の着物をつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあこの人ですと言った。祭司長たちや役人たちはイエスを見ると激しく叫んで、十字架につけろ、十字架につけろと言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません。ユダヤ人たちは彼に答えた。
私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば死にあたります。ピラトはその言葉を聞くとますます恐れた。そしてまた官邸に入ってイエスに言った。あなたはどこの人ですか。しかしイエスは彼に何の答えもされなかった。そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか。私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか。イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに渡した者にもっと大きい罪があるのです。こういうわけでピラトはイエスを釈放しようと努力した。しかしユダヤ人たちは激しく叫んで言った。もしこの人を釈放するなら、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を王だとする者はすべてカイザルに背くのです。そこでピラトはこれらの言葉を聞いたとき、イエスを外に引き出し、敷石、ヘブル語ではガバタと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。その日は杉越の備え日で、時は6時ごろであった。ピラトはユダヤ人たちに言った。さあ、あなた方の王です。彼らは激しく叫んだ。覗け覗け、十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王を私が十字架につけるのですか。祭司たちは答えた。カイザルの他には私たちに王はありません。そこでピラトはその時イエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を負って、ドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴタと言われるに出て行かれた。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと一緒に他の二人の者をそれぞれ両側に、イエスを真ん中にしてであった。ピラトは罪状書きをも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。そこでユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。さて兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるよう指分した。また下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった。兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子たちとを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。その後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには
水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。その日は備え日であったためにユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないようにすねを折ってそれを取り除ける処置をピラトに願った。それで兵士たちが来てイエスと一緒に十字架につけられた第一の者ともう一人の者とのすねを折った。しかしイエスのところに来るとイエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。それを目撃した者が証しをしているのである。その証しは真実である。その人があなた方にも信じさせるために真実を話すということをよく知っているのである。このことが起こったのは、彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためであった。また聖書の別のところには、彼らは自分たちが突き刺した方を見ると言われているからである。その後でイエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったので彼らはイエスをそこに納めた。20章。さて週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまた暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに来て言った。誰かが墓から死を取っていきました。死をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、天布が置いてあるのを見たが中に入らなかった。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、天布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは天布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえられなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い布をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。
誰かが私の種を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いて、ヘブル語でラボニ、すなわち先生、とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登ってはいないからです。私の兄弟たちのところに行って、彼らに私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは、その手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を遣わしたように、私もあなた方を遣わします。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。十二弟子の一人で、デドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかし、トマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。21章。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。
しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。すると、おびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。すると、シモン・ペテロは、主であると聞いて、裸だったので上着をまとって、湖に飛び込んだ。しかし、他の弟子たちは、魚の満ちたその網を引いて、小舟でやってきた。陸地から遠くなく、100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたのである。誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目である。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。まことにまことにあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか？イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながらえているのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。そこでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った。しかしイエスはペテロに、
その弟子が死なないと言われたのではなく、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか、と言われたのである。これらのことについて証ししたもの、またこれらのことを書いたものは、その弟子である。そして私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら、世界も書かれた書物も入れることができまい、と私は思う。ヨハネの福音書、終わり。